方号戦車 G 初期型回収車体によるオストビントの試作型の模型。オストビントは第二次世界大戦中にドイツ陸軍が運用した対空戦車。正式名称は方号対空戦車オストビント。オビントとはドイツ語で東風を示す。ビルベルビントと同じように方号戦車の車体を流用した対空戦車でビルベルビントの攻撃力不足を重大と見た。 ドイツ陸軍が新たに発注した。ただし、オストビンとはあくまでメーベルワーゲンを置き換えるべきものであり、ビルベルビンとは単に対空戦車不足を補うためのつなぎに過ぎなかったとの見方もある。搭載砲の3.7センチメートルフラック43、対空機関砲は2センチメートルフラック38、機関砲に比べて射程距離が長く、一発の破壊力も大きかった。 陸軍は百両を発注したが、生産担当のオストバウ社は、ビルベルビントの生産に追われており、生産ラインを即座に変更することができなかった。試作型では、ビルベルビントと同じく未回収の縫合戦車の車体に、対空砲塔を乗せていたが、量産型では、クーゲルブリッツと同じく、より直径の大きいディーガー I10 戦車用の砲塔リングを用いたものとなり、 これに伴い車体上部のハッチの配置が変更されるなど回収箇所が多かった。このため、方号戦車から改造された36両と、クーゲルブリッツ用に作られた、操縦輸無線車ハッチが斜めに配置された車体を転用した7両のみが1944年12月から翌3月までの間に生産されたと言われている。なお、 G 初期型車体を用いた試作型の写真はよく知られており、また方合戦車改造の量産型の写真も確認されたが、クーゲルブリッツ用車体の量産型であることが明確にわかる車両の写真は確認されていない。発展型として、武装を炭素から方針を縦に並べた。 縦型連想に強化した 3.7cm フラックスウィリング43に強化したオストビント2が設計されたが計画のみに止まった。派生型としてオストビントの砲塔を3号戦車の車体に搭載できるよう改修後に搭載した3号対空戦車が対戦末期に生産されたがその生産数は極めて少ない。ありがとうございます。